ベトナムへようこそ。ベトナムはこの20年間で急速な経済発展を遂げ、今や近代化と都市化が進んでいます。ホーチミン市は南ベトナムに位置する若くダイナミックな人口を持つモダンな都市です。クエンチェンソフトウェアシティには165の情報通信技術会社があり、250以上もの IT 商品やサービスを提供しています。ディギテックスへようこそ。ディギテックスはドイツの企業で、クライアントのニーズに合わせた高質で安全な BPO、 そして DX サービスを提供しています。我が社はベトナムを BPO 地点としての大きな可能性に着目した最初の企業の一つであり、ベトナムのホーチミン市、広東市、そして日本の福岡市にオフィスを構えています。私たちのクライアントは世界中のあちこちのアジア、ヨーロッパ、そしてアメリカにいます。その業務はファイナンスのみならず、保険や製薬にも及びます。ここはディギテックスの本社の2階、アナビルディングです。受付で従業員たちを EKYC でスキャンすることにより、高レベルでのセキュリティを保つことができます。従業員たちが常に生産的で革新的でいられるように、私たちはモダンで仕事の効率が上がるような環境づくりを意識しています。我が社では1500人以上の優秀なスタッフが多岐にわたる業務を提供しています。業務の一例としては DX、 情報処理、コンピュータビジョンからバックサポート体制まであります。こんにちは。Good morning. Good morning. Bonjour. こんにちは。こんにちは。早上好。社内の30名以上いるソフトウェアチームのエンジニアは、我が社独自のディギソフト3プラットフォームなど、クライアントから求められたアプリなども開発しています。ディギソフト3とはウェブベースのプラットフォームであります。ビジネスプロセスを自動化させるべくため、 AI と機械をリードするテクノロジーと融合したものです。ディギソフト3で業界をリードするテクノロジーを用いることにより、文書処理量とその処理時間を能率的に行うことができます。ディギソフト3は最高品質のデータ安全性、スケーラビリティと柔軟性を誇ります。プラットフォームは内部施設またはクラウドサービスを利用して、ウェブブラウザやデジタル端末を用いることで、ディギテックスセンターで便利に展開することが可能です。賢く自動化されたモジュールにより、ディギソフト3は高レベルの正確さを保ちながら、コストの効率化と労働力を減らすことができます。ディギソフト3とともにネットワークオペレーションセンターは24時間体制でのプロジェクトモニタリングとサービス稼働時間を可能にします。ディギテックスでは全員がいい関係性を築いています。クライアントと私たちのパートナーのために、動き続けよう、考え続けよう、そしてしっかり働こう。従業員は私たちの成功を推進するエンジンです。優秀さを求め常に鼓舞しています。私たちは障害を持つ人とその家族のことを気にかけています。そして自立した生活ができるようサポートしています。労働時間以外の社内活動をすることで、従業員のワークライフバランスを考えています。私たちはクライアントの信頼できるパートナーであることに誇りを感じています。難問も情熱とテクノロジーを持って解決していきます。